カラーチェの協奏曲の1番の一楽章ね、これ親指でグーッとね、親指でグーッとね、重さをかけて、でこうこういう風に聞こえるようにいきますね。で5連符は、ダウン、アップでもいいか、アップでもいい、普通アップやけど、まあダウンからいってちょっとはっきりね鳴らすといいんちゃうかな。どっちみちこれテンポ書いてませんので、まあ、こうアルペジオが来てトレモロが来て5連符が来てまたトレモロが来てっていう風にね、こう音を響かせながらね、不思議な感じしますけどね。下の音をちょっと意識してね、鳴るようにね、下の音が。回数でいくとこれがちゃんとなります。ね、慌てないように気をつけて、スラーなのかタイなのか分かりませんけど、ここもねちょっとタイなのかスラーなのか分かりませんけど、もうね、こう下の音が出るようにちょっとね、こう最初に弾いてからトレモロ入るとねいいと思います。何でもいいです。普通に第一ポジションで登っていくのが楽じゃないかな。この辺使ってもいいねんけど、あんまり慣れへんからね。そしてこう微妙なスラーですけどね、多分どうかな、こうでしょ。次が、こうね。次が、次が、ここも、こういう感じね。こうね。ファーレ、まあ、グリッサンドをしたい人はしてください。まあ、どっちでもいいんだけど。なんとなくここタララタララいうのを意識しながらね、
ーが微妙やねんけど、多分シドラシでしょ。でタララ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 ラっていう風に取るとすごく都合がよく聞こえるというかね。まあもしかしたらそんなんちゃうわって言われるかもしれませんけど、今弾いたみたいに取るとすごく都合が良くなります。一緒やね、こうターターとかね、ターとかね、こういう動きがよく出てきてますよね。で、ここも一緒やね。これに重音が、こうグッと押し込むといいと思います。ビブラートというか、こうちょっと押し込むとね、張りが出ますので、アレグレット、あまりね、これやったらちょっとおかしいしね、これちょっとこう、なんかゆったりした部分がね、あってもいいのかな。コロコロ転調してるから慌てていかない方がいいと思いますよ。ちょっと間を取りながら、ここまで下ろしてきますね。
ういう感じね。右手はこうしてこう、そしてこうね。まあ、練習方法としてこれを練習ね。最後のミソシミ、ミソシミと同時にこう、この形ね、右手ここね、小指ここね、でこうね、ミソシミでこうしてこうね、2回目はここやね、ピックここですね、上の弦でと当てて止めてラシドシこういくの、行くのでこうね、これを練習ね。ミソシミで、でこういう感じです。弾けるかな。これ、あの、走れば走るほど、あの、自分の首絞めることになるので、落ち着いていてください。落ち着いてね。みたいなあれやけどな。まあまあまあ、こう楽にね、楽に行きましょう。楽にね、あんまりこうなんか必死で、じゃないと思いますのでね。18小節休みです。ダララララ、ちょっとスラーが全部つながってしまったけど、ここちょっとね、あの、音が動いてるので、あの、慌てないでね、たっぷりめにトレモロ。ピアノにメロディーがね、受け渡しになりますので、まあ、あの、軽くトレモロね、
ういうのもそうやね。さっきもなんか出てきとったな。あの、なんかそれの、なんか似たような。慌てないね。慌ててなんか、とかならんように。もう慌てないで。4弦で弾きますね。次はどっちでもいいと思います。でトレモロでピアニッシシもね、こうあんまりガシャガシャしないでガシャガシャ鳴るけど、まあ、そろっとね、そろっと。あの全部やるとこれがちょっとやかましい、ね、こう上下がこう動いてるのがね分かるように、上が動いて今度は下がね動いて、また上が動いて下がね、全部弾かんでいいと思います。でこれがしんどいね。こう。これ慣れへん。人差し指のこっち側でこうここシノフラットね届けへん。弾いてみますね。上げてきて、ね、これあの音が飛ぶので、こんなん絶対無理ですよ。タラかはどっちかかは分かりません。
のなんか後ろが強くなるとやっぱおかしいから、ちょっとアクセントつけながら、上も少し抑揚つけるんやけど、まあ、これはしっかり鳴らしながらね、こう。指届けへんし、音も結構飛ぶしね。もう真ん中のタンタタタタタタみたいな、なんか練習曲みたいな味。まあ、このアルペジオのとこってね、結構綺麗で、ね、いいところもあるし、まあちょっと嫌いなところもあるしっていうところですかね。ということで、また今日はやりませんけど、また2楽章3楽章もねやりますね。